はい、こんにちは、栃木のタクシー農場です。昨日はね、慣らし運転で、田んぼ道をねちょっと徘徊したんですが、今日はね、これから、新4号線へちょっと乗り込みたいと思います。この辺で水平になってんのかな、ちょっと斜めになってたらごめんなさい。助手席なんでね、よくわかんないんだよね。はい、じゃあね、これからね、慣らし運転を兼ねてちょっと新4号線上賀茂南、上の川町のね中のね、上賀茂南の交差点から、南東京の方へ向かいまして、道の駅下野市にある道の駅下野まで、往復ですね、ちょっと行ってきたいと思います。片道約7キロですね。ですから往復で14キロのプチドライブになります。はい、じゃあ行ってきます。でエンジンの方はね、もう十分アイドリングしましたので、このまま普通に、3000回転から4000回転ぐらい回しちゃいたいと思います。はい、よいしょ。はい、自宅を出てここは右折です。おう、ちょっとねここ見づらいんだよね。塀立てちゃったもんですから、ちょっとゆっくり出ないと頭こつんといっちゃいますんでね。はい、ここを右折します。この広い通りがね、県道71号線です。で、ここもね、ちょっと左側の視界が悪いんだよね。特に自転車なんかが来るとね、危ないんで、ここはもうゆっくり出ます。はい、はい、ここを右折します。はい、で正面のね、押しボタン式信号の手前を左折します。回転数の方はね、あまりターボを効かせないように、ゆっくりとね加速していきたいと思います。この辺は制限速度60キロですけど、実際出せるのは40か50だよね。見通しも悪いですし、60キロは出さない方がいいのかなと思います。これもちょっと広い農道ですね。昔はねここ道ありませんでしたから、ちょっと広めの農道です。今4速で3000回転、50キロちょっとですね。4号線出たら高速まで入れちゃいたいと思います。はい、よいしょ。はい、ここが大山街道ですね。ればいいんですけどね。はい、ここが、新4号線上賀茂南のね、交差点になります。あ、大丈夫ですね。信号待ちなく4号線に乗りました。はい、真ん中の車線走ります。60キロで走りたいと思います。ちょっと出過ぎちゃったな。
ボー領域に入るか入んないかぐらいの回転数ですね。もうここはね、余分になると信号機と信号機の間がね、結構離れて、信号機と信号機の間がね、ある距離があるんでね、結構スピードが乗る区間ですね。まあさすがにね、昼間なんでね、飛ばしてる車ないんですけど、多分夜ですとこの辺は80キロ90キロでバンバン走ってると思います。左側から今合流ではないんですが、ちょっと今65キロになっちゃいました。ちょっと行きましょう。まあ3車線あるんでね、多分左側の大きいトラック右側車線に入ってこないと思うんですけどね。入ってくるかな。まあ大丈夫ですね。ちょっとタコメーターとかね見ながら走りますんで、前の車とちょっと車間距離置きます。前の車はゆっくりだな。60キロまで走ってますね。だんだん追いついちゃうな。2300回転ですね。ターボ入る手前で60キロまで走ってます。どうしようかな。前に出ちゃおうかな。後ろから来ますね。よいしょ。ちょっと今4速に落として、よし、じゃあこの前に出ちゃいます。はい、後ろに入れます。はい、戻ります。大丈夫かな。走行車線を走ってる車とね、どっちんとしちゃうとまずいんだね。5分1の交差点が赤になりましたので、ここで止まります。今4速ですね。40キロです。で今3速に入れました。はい、2速。これなんていう車だろう。スズキだね。スズキのワンボックスかな。なんだろうね。可愛い車ですね。今3速です。40キロで4速に入れます。はい、50キロで5速に入れます。50キロだとちょっと速いな。55キロぐらいまで加速したいな、高速に入れるときはね。はい、今60キロになりました。そろそろ走行車線戻ります。後ろ来てないんで走行車線に戻ります。道の駅には寄らずにこのまま立体交差を右折して U ターンします。左側が
道の駅になります。右折レーンに入ります。はい、ここで U ターンします。はい、今3色です。はい、40キロで4色に入れます。近くまで引っ張っちゃいます。はい、60キロで5速です。後ろから来てませんので、真ん中の車線に入っちゃいます。交差を下行っちゃいますんでね、真ん中の車線をね入りました。おっと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 、ちょっとスピード出過ぎちゃったな。60キロに戻します。なんかね、なかなかね、道路が空いてるとね出過ぎちゃうよね、ついついね。車がいますね。まあね、私が撮った間もなく50年に なりますけど、半世紀前はね、こんなに車ありませんでしたからね。ね、50年も経つと本当に様子がガラッと変わっちゃいますよね。流れが遅いんで、今4速で走ってます。4速で65キロぐらいかな。5速に入れちゃうとちょっと渋いんでね、このまま4速で走ります。写真があるんですけど、写真というか動画ですか、あるんですけど、
どうやって撮るんでしょうね。ちょうど運転席側と助手席側の間を通してね、メーターパネル見てるみたいんだけど、どうやって撮ってるんでしょうね。まあチャンスがあればね、ちょっとそういう画面にも挑戦しようかなと思ってるんですがね、今のところは助手席の3倍座にスマホをホルダーで固定して撮っております、はい、じゃあこの立体交差を降りたところで走行車線に戻ります。右側のこの赤い車が左側から追い越そうとしたんですねこういうのがいるからね。はい、ここを左折になります。帰りはね、あと一本先の、上賀茂の中でも良かったんですけどね、まあ、一応往復同じ道で、帰りたいと思います。もうここは40キロですね。もう高速に入んないね。右側に貯地改良の記念碑が見えてくるんですけど、ここを右に曲がります。はい、瀬古まで起こしました。はい、サードです。4速入りました。5速までは入んないね。この先が右カーブになるので4速のまま行っちゃいます。こんなとこで U ターンしてるよ。なんだあの車は。はい、ここが県道71号線です。で、ここは右折ですね。よいしょ、大丈夫だ。で、はい、戻ってきました。はい、新4号ね、南方向東京方面に、片道7キロ往復14キロかのプチドライブでした。今までのねトータルの走行距離、エンジン積み替えてから何キロ乗ったかっていうと 26.4 キロですね。はい、ぼちぼちと慣らし運転をやりたいと思います。でいつものようにね、猫がお迎えに出てくれてますさっき餌やったろおめえらよ、また食いてえのかよってなんかね、私が来るたびに なんか餌くれてくんだよね一日 何食食べてんだろううちのお嬢様たちは。はい、そういうことで、お付き合いありがとうございました。よっこいしょ。
まずエンジンを切って、よっこいしょ。はい、ビデオを止めます。よいしょ。あれ